はい、ということで後半始まります。コラボレーションで出てくれている日、はい、こんにちは、皆さん、日です。はい、今日はもうメイド服に着替えてくれたんですよね。はい、はい、ピンクのメイドさんらしくなりきってみました。ぐるっと一周回ってみてくれますか。はい、おー、いいっすね。前回に引き続き出ていただいてるマッサーです。こんばんは、マッサーです。よろしくお願いします。はい、ということでね、なんか知らんけど僕の前に置かれてる10倍羊羹とめっちゃあります、はい、10倍レアチーズケーキ、ね、食べていこうと思います。どちらも1200円です。1200にゃんです。おお、めっちゃ美味しそうですね、バッサー。これはい、ニッチ楽しみやね、食べるの。早く食べたいですね。すごい柔らかそうですね。すごい柔らかいです。あの豆腐並みに豆腐並みに柔らかいよ。怖いよ。あ、いけた。今回はよかった。次回めっちゃこかしましたから今回大成功ですね。今回大成功でした。やったね。お、怪しい。お、怪しい。怖い怖い。待って怖い。あ、失敗した。成功。あ、成功。大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。失敗した。ごめんなさい。お敵さんの時だけ。ではでは、いただこうと思います。10倍レアチーズケーキ、いただきます。どうぞ。すごい柔らかい。いただきます。おお、うん、めっちゃまろやかですね。マイウーですよ。マイウーいただきました。いただきました。はい、いただきます。前僕10倍プリン食べたけどごっつ美味しかったんですよ。ね、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。うん、美味しい。10倍羊羹行きましょうか。順番このままで。うん、これうまい。甘さ控えめですね、これ。甘さ控えめ。うん、お盆に仏壇に祭られてる羊羹を食べるみたいな仏壇ちょっとごめん、嫌です、すいません。羊羹といえばあれですよね、懐かしい味っていうか、うん、美味しい。なんか、うん、昭和生まれだからやっぱ羊羹だよね。そうですね、うん、めっちゃ美味しい。
しくってもいい眠る時がいい煩わしさと大事すの何の意味もない人生はあるのねえ痛めつけて俺とトミうらよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひぜひまた遊びに来てください。はい。はい、ご主人様のご出庫でしてらっしゃいませ、はい。ということでね、メイドカフェにゃんにゃんさん、楽しい時間を過ごさせていただきました。はい。始めました。私は違う。私は違う。みち、今日コラボしてくれてありがとう。いや、もうこちらこそありがとうございます。うん、はい。ということでね、いろいろとね、コラボもしていきたいと思います。一緒にね、盛り上げていきましょう。はい、まあ、今日の動画ね、いいなと思ったらチャンネル登録、はい、高評価コメントやな、あとコメントお願いします。よろしくお願いします。じゃあバイバイ。